警察によりますと、男性が熊に襲われたのは妙高市関山の恵みため池の近くの林の中です。今日午前8時半ごろ、近くに住む70代の男性が一人で山菜採りをしていたところ、体長およそ 1.3 メートルの熊が現れたということです。熊は男性の両足に噛みつき、その後去ったということです。男性は上越市内の病院に搬送されましたが、意識はあり、命に別状はないということです。熊に襲われ怪我人が出るのは県内では今年度初めてです。妙高市内では今日他にも熊の目撃情報があり、警察と妙高市は地元の猟友会と連携してパトロールを行うということです。今年度初の人身被害を受け、県は今日熊出没警戒注意報を出しました。4月以降は熊が冬眠から目覚め、餌を求めたり繁殖に向けて行動したりする時期ということです。熊が行動するところと熊が餌を求める場所が、同一であるということで、妙高市に限らず県下全域ですね、強く注意を呼びかけていきたいというふうに思います。県ではレジャーや山菜採りで山に入る際には単独行動を避けるなど注意を呼びかけています。県が熊出没警戒注意報で呼びかけるのはこの6点です、はい、見ていきます。単独行動を避ける、複数人で行動をする、熊の出没場所はチェックをしておく、外に出たら周囲を確認する、はい、子熊を見たら親熊がいるかもしれません、その場を離れましょう、そしてもちろんですが熊を刺激しない、音の鳴るもの、熊よけスプレーを身につけておくとなっています。